シルウエステイル三世は、ローマ教皇。ローマ生まれ。実名は、クレッシェンツオッタビアーニのヨハネス。先代の教皇ベネディクトス九世がローマを、放築された1044年、激しく長期の内輪もめを経て、1045年1月に、サビーナ司教であったヨハネスが、教皇に選出され、シルウエステイル三世を名乗ることとなる。 シルエステイル3世は賄賂によって教皇に選ばれたと後世非難されたが、その証拠は確認されていない。ヨハネスがシルエステイル3世に就任して間もなく、ベネディクトゥス9世はシルエステイル3世の波紋を発布し、3ヶ月以内にローマに帰還、そしてローマからヨハネスを追放した。そのヨハネスはサビーナに戻って司教職に再任した。 およそ2年後の1046年12月に、神聖ローマ皇帝ハインリヒ賛成によって、開催されたストリ協会会議では、ヨハネスの司教職と司祭職の剥奪、及び修道院装置が決定された。しかし、この処罰が延期されたことは明らかとなっている。というのもヨハネスがサビーナの司教であったという1062年までの記録が残っているからである。 ヨハネスの公認の死去は1063年10月に就任したとの資料もあり、そこではヨハネスの死去に伴う公認であると記載されている。シルエステイル3世を対立教皇とみなす意見も多く存在するが、バチカンの歴代教皇の一覧には正式な教皇として名を連ねており、在位は1046年とされているという。ありがとうございます。